ケイジです。というわけで釣り企画第2弾ということで、本日はですね、本日もですね、はい、この方に運転しておりいただいております。はい、兄です。どうも、今運転しております。いや、前回の、はい、死ぬ、ま、いや死ぬもそうなんだ。バックスクリーンバックスクリーン動画どうよ、どうよ、超ヤバかったっすよ、このカッター技。そんな兄なんですけども、はいはい、本日釣り企画第2弾ということで、今回はどこに行くのかな。今回はですね、はい、千葉の秘密にあるですね、はい、亀山湖。亀山湖ですね。亀山ダム、ね、ダムですね。亀山ダムで有名な、はい、あの場所へ、はい、今回は走らせておるわけですから、はいはいはい、ちょっと遠回りしなきゃいけないんですよね。あ、まあちょっとね、うん、一人変なの捕まえに行かなきゃいけない、ね、捕まえに行かなきゃいけない。そうなんだ。あの魚釣る前にそいつ捕まえなきゃいけない。そう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 。ちょっと遠回りですけども、そうなんですよね、今からちょっと行って。そうなんですよ。今回は、チヌを諦めて、チヌを諦めてブラックバスに、ブラックバスに、はい、また難しいとこ来たよ。またね、私は一回もやったことありませんから。ブラックバスの俺ちょっとやったことあるんですよ。一回釣ったこともあるんですけど、まあ、でも難しいらしいですからね、あれは偶然ですよ。ビギナーズラック、ビギナーズラック信じてやれただけ。というわけでですね、はい、もう一人のやつをまずは迎えに行こうということで、はいはい、ゲットまた後ほど、はい、ね、行きたいと思いますね。行きましょう。というわけでゴーゴーゴー。なんだこりゃ。はい、というわけで、お迎えに、お前ら映り慣れすぎてるじゃん、カメラに。もうちょっとおしとやかにこう。もう全然じゃん。田舎のおじちゃんになっちゃっていいじゃん。というわけで、及川拓馬さんですね。はい、この二人が兄弟になります。はい、こっちが兄貴で、こっちが弟で、はい、こっち兄貴だから兄なんだよね。そう、こっちがすずと言われております。はい、2人でメリチョコっていうユニット組んでるんですけど、はい、歌ってます。歌ってるんですけど、はい、それともう一人映らないんですけど、女性の方で、はいはいはい、弟の嫁はんが、はい、今日は同行しますね。今日はもう出来上がってるようで、はい、まだですまだです、まあ、まだ出来上がってる、まだ1本ぐらいです。まだ全然大丈夫。ガツガツ飲んでるらしくてまだです。これからもガツガツ飲むらしいですね。今日はこの4人で、はい、釣りに行きたいと思っております。はい、行、はい、きますよ。バス釣り、バス釣りってやつを、バス釣り、はい、行くんだけども、うん、なんと、うん、この日に限って雨、順調に降ってきてますよ。現在ね、夜中の2時なんですけど、はいはい、これが3時過ぎから、はい、豪雨だ。豪雨ピーンだよ、本当に。なんだよ、もうまさかの豪雨っていう話で、昨日まであんなに晴れてたのにさ、本当だよね。この時間から降り出す、この日だけだよ、この日だけだよ。今日だけすっぽり雨なんだ。また明日晴れるんだ。そうだよ、なんだよこれ。まあ今日はですね、まあ、そんな感じで頑張っていきたいなと思うんで、はい、まあ、とりあえずまた亀山ついたら、そうですね、また撮り始めましょう。というわけで皆さん、また後ほど。はい、後ほど。はい、喋ってください。面白いとこバンバン、はい、使っていきますね。わかりました。ないとカットですから。わかりました。いいですか。はい。俺ちょっと真剣に運転しなきゃいけないからさ。3人の命をさ。そうだね。俺は背負ってるわけな。うん。そうですよね。じゃあなんか喋ります。今首都高ですかこれは。首都高ですよ。首都高。首都高ってどういう高ですか。首都高。高。高なの。どこ。どこ。首都高ってどこ。ここ。高。首都にこうがね、首都にこうなの、首都にこうこういや、わかんない、全然わかんない、こうこういやいやいや、こうって何よし、こういやいやいや、いや、あれですよ、釣りのね、このシリーズのタイトルを考えないとなって、はい、さっき兄と話してて、あ、そうか、はい、タイトルはタイトルもなかったっけ。ないんだよね。ないの、タイトル今ないです。毒魚に触ったっつう感じが、はあ、あとはプロに頼んだしかないから、はあ、あ、そうか、そうか、タイトルだよ、タイトル。そうなのよ。あ、それ決める時間ですね、今。なんか、釣りっぽい、なんかフィッシングみたいな。で、あとその人がさ、お、なんだこれって思うような感じでしょ。そうそうそう、ちょっと見たくなるなっていう。あ、うん、
何なんだろうね。超難しいんですよ釣りって。釣りって言ったら釣り木三平。三平釣り木三平は聞いた。知ってる。いや知ってるけど、うん、あの世代じゃないから見てはないね。あ、ほんとか、うん、初心者っていうのはさ、うん、重要じゃない。重要よね。すごく重要。あ、素人さん。素人、うん、超素人感を出してるから、うん、素人釣りみたいな、うん、素人釣りみたいな。釣りを素人している人、素人もう一声、もう一声、うん、なんかパッて言えるもんがいい。はい、どうも、何々の力ですみたいな、そのなーいってこう、ダラ、ね、ってこう言える感じが、釣り釣りって、どうも釣りです。どうも釣りです。もうまんまだよ。わかりやすいけど違うとこなんもないよ、今。釣りって難しいね。難しいんですよ、タイトルがね。できたな。もう釣っていいともにする。ほんで、いいとも青年隊作んなきゃいけないもんね。そうだね。中年隊を作んなきゃいけない。いいとも中年隊いいね。いいとも中年隊いいね。いいんじゃない。それではまた明日も釣って。いいとももうちょっと考える。でもそれもピッてきてるけど、第一候補ね。第一候補釣っていいとも。釣り用語から取ると。釣り用語ってなんかないの。キャッチアンドリリースとか。そうそう、みたいなとか。坊主とか分かんない。あー、釣れないやろ坊主。坊主の選手権。いつまで坊主を貫けるか。おっす、オラ坊主。ドラゴン坊主。天気いいだろ。ドラゴン坊主。なんで気づかなかったかなって言いながら。いいとこだか。いや、面白いですよ。それもそれで。それもそれでもドラゴンの意味が全くわからないですけど。ドラゴンポーズいいな。パンチ的にはドラゴンポーズ好きですけどね。ドラゴンポーズ。ツリリンのことか。ツリリン。ツリリンのことか。それいいな。それマジやべえ。ドラゴンポーズツリリンのことがいいな。副タイトルついちゃう。やばいね。今東京湾を渡っております。そうそうそう。あ、これすぐ着いちゃうね。バーチーに向けて。ーバーチーちょっと今バーチーにさ、うん、着いちゃうとさ、うん、あのお店がないじゃん。うん、どうする。なんかフライパンとか持ってきたの。だこれはまああの焼きそばとかやっちゃう。そうだね。最悪。あ、でもやっぱ肉食いたいね。肉食いたいよね。あれまだ時間がさ、うん、3時14分着になっちゃってるからめっちゃ早いから。そうだね、さすがにちょっとぐらい寄り道しても、うん、ね、寄り道しても全然。さあ、亀山に入ってまいりました。もうちょっとですよ。もうちょっとですよ。まだ、うん、雨がね、そんなに強くない。さっきね、降ったり止んだりみたいなのがね、うん、あったけど、まあ現在3時16分です。16分、はい。あ、出ました、亀山ダムとか。ありがとうございます。いいですね。一つ報告していいですか。はい。嫁が酔いました。酔って、あの車じゃなくて酔っ払いをこぼしました。いや、いいですよ。すいません。で、これ違う方向に行ってね。ちょっと住所調べよ。ちょっと住所調べ。野村の方に行きますか。うん、野村ボート付近。あれ、俺携帯どこだ。あった、ちょっとこれ確実に違うね。なんて行き止まりだよ、ここ。あ、行き止まりじゃないんだ。トキタボートになってる。トキタじゃねえんだ。お、ほら。うわ、どうした。なかなか着きましたよ、ほら。え、野村。いや、ここはトキタだから、全然違うけど。して、ちょっと俺住所調べますわ。これ、ここだ。あ、ほら、釣り禁止。ほんとだ。ここ、ここ。で、あそこのライトがついて、あいつ、あそこから監視されるの。へぇー。はい、やめてください、つって。そう。はい。ここにいつも僕らが泊まるスポットです。あ、そうなんだ。ここでみんなでバーベキューをやる。じゃあここでいいんだよ。はい、とりあえずじゃあ一回出ましょうか。はい、出ましょう。到着しました。兄と弟の絵が
何回にも言いますけど、兄弟ですから、この二人。あ、そうですね。本物ですね。本物ですね。はい。うん。ちゃんと血統書はついてんの？血統書はついてんの？ついてます。お二人は。ちょっと、まあ今、純子と鷹の歯。結構独特な、ね。コウシロウとカメオの…カメオって何だよ、おしみだろ。うちの家系にカメオはいねえよ。母ちゃんの名前忘れたわ。これからこっからアクアラインですよ。すげえ、すげえ、よくこんな穴掘ったよ。これだって海の下でしょ。海の下。海よ、俺の海よ、大きなそのすごい気持ち悪いんだけど、すごいすっきりしないんだけど。釣り動画最終回みたいなノリだよ。最終回みたいなノリにならないように、まあまだほら地の雪辱も果たしてませんけど、そうそうそう、まあ今回バスっていうことで、バスは、でもなんか魚ってさあれなんでしょ、なんかそあんなライトで走ってる自分ばっか明るくなってるけど、なんかあの後ろであのこのね弟の方がねケーブルテレビお土産でやってるんだけどね、スタムその撮影してるんですよ。あのそちらの撮影も、今回一緒にあのやってるそうなんですが、はい、その撮影が、iPhone って、はい、なんといてるの見えないんだから。まあ最近な、外出はいいけどね。すごいじゃん、外出にしたって iPhone かみたいな。